東京都は過度の疲労で入院した小池知事について静養を数日間延長してきょう以降も公務を離れることを発表しました東京都によりますと小池知事は現在も都内の病院に入院していますまだ疲れが取れていないという医師の判断で数日間静養を延長するということです小池知事が入院した22日の夜の夜時点では、は東京都は 西洋は週末までで週明けから公務に復帰する見通しを示していました今日以降も数日間公務を離れるとしていますが復帰の具体的な日程は分かっていません新型コロナウイルスの感染は確認されていないということです公務の代理は引き続き太郎副知事が務めます